お披露目のウルトライエローユニフォームを着用してのゲーム。タイガースはスライドで西勇輝、アリエル・マルティネスにフォアボールを与えてビシエドにヒット。2アウトからピンチを招いて勝負強い矢部。この守備記録タイムリーツーベースだったんですが、上田さんいかがですか。そうですね、まあまあこれは風もあるし、はい、そういう計算のちょっとした違いかなと思いますけどね。今日はちょっと風が難しい風が吹いていたという甲子園状況。待ってましたね、はい、2回ドラゴンズの先発はローテーション通り勝野。ワンアウトから糸井がライトへツーベース。今日は佐藤を4番に入れて5番に糸井で、先ほどちょっと、まあ、守備面で悔しい思いをした高山、まあ、これは強打のエラーを誘う一打になりました。糸井がツーベースからホームイン。走塁面でも糸井はこうなんか躍動感を見せてくれた。あ、よく守ってますよ糸井君はね。はい、3回西大島を三振、まあ、2回3回と危なげないピッチングを見せた西勇輝。3回その西から始まる打順、ちょっと右寄りに守っていた阿部、これが悪送球になってワンヒットワンエラー。西は二塁に行きます。で、しかもこれもアイデアさすがにしない。パイロットですね、はい、ノーアウト1、3塁になって2番に入っている糸原。ここなんですね、うん、勝ち越し点なんですが、この取り方。そうなんですよ、はい、こういう点数の取り方がいいんですよね。タイガースらしい、まさに、はい、糸原らしい仕事をしっかりとしたという一打で2対1と勝ち越し。まあ、守備でも糸原今日セカンド入りましたが、こういうプレーもありました、ね、はい、木下も三振。本当スイスイと中盤、はい、投げていた西。4回糸井のこの打球、まあ、当初はセカンド阿部のエラーと記録されたんですが、うん、訂正があってヒット。で、山本食らいつきました。いやいやいや、ナイスバッティングですよこれも。今日は大山がベンチスタートという中でファーストスタメンで起用された山本。つないで高山の打球ファーストライナー、山本戻れず。これで2アウトなんですが、糸井がベンチに戻りかけてアウト。リクエストを要求したんですが判定覆らず、結果これがトリプルプレーとなってしまい、ちょっと嫌な流れの中で5回ワンアウトから強打が出ます。ここがちょっとね、1点差で中盤、うん、山場でしたよね。そうでした、そうでした、はい、デッドボールをつけてね、はい、うんうんうん、で、大島もちょっとこのデッドボールでご覧のように、うん、退いてしまいます。ちょっと大島足元心配です。2番に入った宇田海が三振。西はよう踏ん張りましたよ、はい、このピンチをしのぎました。2対1のまま5回坂本ヒット、西が送って近本ヒット。これですよ、次ね、はい、次の糸原のね、盗塁二塁三塁にします。はい、ワンアウト二塁三塁。もう極限打ちですよ、はい。まあ、フォークボール、ちょっとね、高まった手を焼いていた、それに食らいついていった糸原が、そうですね、内野陣も前に来ていた中で、この高いバウンドの打球で、はい、これがダメ押しになりましたね。追加点、3対1。糸原はノーヒットですが、内野ゴロで2打点。6回、ワンアウトから木下ヒット。ツーアウト1、3塁になって、ここ初球大事という中で初球で決着がつきました。ナイスの付けでしたね、はい、コントロールミス抜群のところに初球から投げ切ったという西でした。7回から継投に入ります。ちょっと矢野監督、西に張りがあったっていうね、言ってましたけどね、はい、言ってましたね。アルカンタラが、まあ、1人ランナーを許すんですが、ここのところさすがの安定感、7回に定着しつつあるアルカンタラがしっかりと1回をゼロ。8回セットアッパー、クリーンナップから始まるというところで湯浅を持ってきて、アリエル・マルチネスヒットを打つんですが、
シエのダブルプレイ、ツーアウトランナーなし。さあ阿部も打ち取ってテンポよくというところだったんですが、この佐藤の守備、サードスタメンで途中からライトに回っていた、まあ、今日は冒頭から風も難しい風が吹いているという甲子園、まあ、結果ツーベース、またピンチを招くんですが、涼しい顔で木下を打ち取った湯浅。9回はクローザー岩崎、石川拓也三振、強打にヒットを許すんですが、最後岡林、それも試合終了、3対1でタイガースが勝利。これで24日神宮でのスワローズ戦から2連勝ということになりました。今日のリポーターは桐山隆史アナウンサーです。桐山さん、はい。